はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。ハッピーバースデーチャンプルー、ハッピーバースデーチャンプルー、ハッピーバースデーディアチャンプルー、ハッピーバースデーチャンプルー、イエーイ。ということでね、今回は5月8日チャンプル誕生日のバトルやっていきたいと思います。はい。やっぱね、チャンプルの誕生日なんでね、やっていきましょう。ポップオレンジから、ポップオレンジを着たかけるくんからね、8キャラ全部やっていきましょう。もうね、チャンプルもね、また一つ年を取って、ね、チャレ君はうまいね。で、この誕生日記念コースのキャラクターの特徴としては、フープがノーマルフープになってます。なぜか。なんとなくノーマルフープにしただけ。まあ、それ以外は何も変わってないです。はい、クラッシャリ検証。オッケー。さあ、追い打ちがね、さらに決まって。オッケー。キン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 と。はい、ガードしてもクラッシャリ検が飛んできます。オッケー、やった。さあ、お玉も取っていく。あ、バイバイ。オッケー。で、チャルはね、自分で落下するんで。はい。ピロキしちゃったね。かわいそうに。はい。こんな感じでね、ポッポオレンジを着たかけるが、今回はチャンプルーの誕生日をお祝いすべくやってきました。主誕生祭って書いてあるけど、チャンプル誕生祭のことです。ちょっと文字数がね、入らないんで。はい。まあ、誕生日なんですけども、まあ、これからもね、頑張って動画配信とかやっていくのと、あとは、なんだっけ？あとは、自分の生活をより豊かにする。OK。まあ、それかな？はい。はい、クラッシャリ剣じゃない。ディメンションブレイク。決まった。はい。はい、はい。さらにディメンションブレイク。いいですね。やっぱファイアメーカー棒なんでね。火力がもう段違いです。で、あと後日、まあ、できたら、誕生日記念の実写動画もね、出そうかなと思っています。なので、皆さん楽しみにしててください。はい。もうね、23歳ですよ、チャンプル。早いです、もう。時の流れはね、もう相変わらず早いということで。あ、これ2回当たんねえな、多分。あー、惜しいね。はい、当たるかな。いやー、ほい。はい、クラッシャリ剣して。はい、ディメンションブレイク。OK。まあ、これはいい感じのつなぎ方だったんじゃないでしょうか。
はい、ではね、こんな感じでまずは誕生日ボトレ第1弾は終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you for watching.